以前、21世紀に入って、初めての式年遷宮が行われた伊勢神宮。神社本庁の本旨とされ、地名のつかない、神宮が正式名称になります。伊勢神宮には、天照大神を祀る澄大神宮、内宮と豊寺大神を祀る豊寿大神宮、外宮の2つの正宮がありますが、神宮が管理する宮社の数は125社に上るそうです。皇室の氏神である天照大神を祀るこの神社ですが、在位中の天皇として神宮をご心配されたのは明治天皇が初。それまで、なぜ天皇の参拝がなかったのかは、未だに謎であるようで。日本人の心の故郷とも言うべきこの場所に、外国人の反応はさて、